今回のテーマは、新学期、室温をどう伝えていたかです。話すというふうな行為は、聞く人がいる言葉のキャッチボールです。室温のことをうまく知らないクラスメイトは、真似をしたり、なんでそんな話がするのと指摘したり、笑ったり、3つのことをされます。また先生は、なんで話し始めないのだろうとか、反抗的な子だなというふうに勘違いして起こる可能性もあります。特に中学生以上では、いろんな教科の先生、部活の先生と接する機会があります。その規定に、喫音のことを隠したい、今が気持ちにもなっている子もいます。YouTube ライブでは、必ず喫音のカミングアウトをしなさいと強制するものではありません。伝える、伝えないっていうふうな人生の選択肢を増やすための情報共有の場となればいいかなと思っています。あらかじめ体験談を募集して回答していただけた方のことを紹介しましょう。小学生の方です。ピーマンさんですね。小学校4年生の女の子ですね。過去、今までどう伝えたかっていうと、始業式の日にお母さんが担任の先生へ書いた手紙を持っていった。そして始業式の週の放課後、お母さんと一緒に学校に行って、先生に困っていることや心配なことを伝えた。朝の会で担任の先生が同級生へ基礎のことを伝えてもらった。この時はどうすると聞いてくれる先生とあまり気にしていない先生もいた。同級生は大体、ふーんっていう感じでした。今年、喫音をどう伝えようと思いますかっていうものに対して、お母さんと一緒に学校に行って、担任の先生に喫音のことを伝える。同級生の3人には、喫音のことを知っているから、先生から同級生に伝えてもらわないつもり、様子見る。つまり、先生には言うけど、今年はクラスメートに言わなくてもいいかなっていう感じですかね。親にお願いしたいこと、困っているとき、一緒に作戦を考えたり、先生に伝えたりしてほしい。懇談会のときは、他のお家の人に、既存のことを伝えてほしい方ですね。はい、じゃあ次の人いきます。心さん、小学4年生の男の子です。過去、今までどうしたかっていうと、年中から喫音が始まりました。小学校では本人が新年度はクラスで説明してほしいと希望するので、教師先生の書籍や、ここの教室でいただいた資料をもとに、担任から話をしていただいています。低学年の頃は悪気なく、なんでそんなになるのと聞かれることもありましたが、自分で喫音内容と伝えることができ、今は友達からの理解もあり、喫音が出ても、あんま気にせず、学校生活を送ることができています。今年はどうするのかっていうと、本人の希望もあり、まず母親から担任にお願いをして、喫音のことをクラスに伝えてもらっています。喫音が出た時に、友達から指摘されても、自分で、喫音内容って伝えることができています。素晴らしいですね。初めて喫音の話し方を見る人っていうのは、なんでっていうふうに質問をする。その質問に対して、無視をすると、自分が質問したのに無視されたね、いうふうに思われるので、喫音内容っていうこともいいですし、とりあえず、答えることが大事だと思います。LS さん、小学3年生の男の子です。過去今まで喫音をどう伝えてましたかということに関しては、息子は1、2年生の、学年が始まった最初の頃、学校で担任の先生に時間を作ってもらい、子供の教室の担当の先生にも学校に来ていただいて、本人と先生から喫音についての説明と、自分がそうですというふうに自己紹介しました。周りの友達はよく話を聞いてくれ、終わった後も頑張ってねと応援してくれたそうです。本人は聞いておけばよかったなと思っているので、来年度もそのようにしたいと思います。今年は一学年3クラスなので、喫音だとしているお友達の方が多いかもしれませんが、今年も学年が上がったら初めにも先生やクラスに言えたらいいなと思っています。素晴らしいですね。
はい、次行きましょう。中高校生ですね。花見さん、中学1年生の女の子ですね。今までどうしたかっていうと、小学 1年生、2年生、3年生の頃は、学校でクラスメイトに伝えました。1年生の時は母だけ、2年生、3年生の時は母と2人で伝えてました。先生に時間をもらい、画用紙に吃音について書いたり、みんなにプリントを配ったりして説明しました。母によると、みんなすごく真剣に聞いてくれてたよということです。今年はどうするかというと、学校でクラスメイトに自己紹介の時間に伝えたいと、そうですね。で、親にお願いしたいこと、母にも吃音があるのを時に反面教師に、時に吃音の先輩として見守ってほしいです。いいですね。素晴らしいです。天空さん、ちょうど3年生の男の子ですね。過去、今まで自分の吃音をどう伝えていましたか？担任の先生に事前に報告をして、クラス全員に伝えてもらう。道徳の時間を1時間もらって、吃音を理解してもらう授業をする。今年はこれまでと同じ方法で、中学でも道徳の時間を1時間もらえるんですね。すごいと思います。親にお願いしたいこと。まさか、現状維持って書いてましたね。ありがとうございます。次行きましょう。タラさん、高校2年生の女の子です。過去どうしてたかっていうと、高校入学時の2社面談で初めて自分の口から担任の先生に伝えました。日直と授業中の発言やペアワークなど、成績の配慮についてもお話しました。各教科の先生にも伝えてほしいとお願いしました。反応は特に拒否する様子もなく伝えておきますと言ってくれました。実際に伝わってるなと実感することもありますが、忘れられてるなと思うこともありますと。今年はどうしますかっていうと、今年も2社面談で伝えようと思っています。今年の担任が来年の担任に先に伝えてくれるのがベストなのですかということですね。二者面談っていうのは先生と本人でしょうね。自分から伝えれると先生も話を真剣に聞いてくれるんじゃないかなと思います。なこさんですね。3回目の投稿ありがとうございます。高校1年生の男の子です。今までどうしたかっていうと、クラス全員に、ダンス活動の時間に伝えた、口頭での自己紹介と、自己紹介のプリントに、吃音があります。よろしくお願いします。僕知らない人は、ネットで調べてと言ったり書いたりしました。幼稚園の頃から、一生の友達がいるので、だいたい友達は分かってくれるけど、知らない人から、どんな感じなと聞いてきたので、首が締め付けられながら話す感じと伝えたということですね。今年は、どういうふうに伝えようかと思うと、中学校の時と同じように、自己紹介の時に、吃音があります。わからない人はネットで調べてくださいと話す予定です。すごいですね。今、高校生は、みんな、スマホを持ってるんじゃないかなと思いますね。ただ、高校は、中学と違い、幼い頃からの友達が少ないので緊張します。親にお願いしたいこと。親は、吃音が出ていてもいなくても、そのままでいいと言ってくれてるので、楽。ただ、中学生は、友達より先生の理解がないことが多かったので、大人が、吃音を理解できるように、これからも、親が学校に言いに行ってほしいと。私よく言うのが、親ができることって限られるってね、よく言ってて、親は、昔は高校3年生までは、学校の先生に伝えてねってお願いしてたんですけど、今ですね、大学も配慮がいるってね、言う人は、事前に伝えてくださいっていうことで、これ大学に入っても親御さん、本人で一緒に言う話もありますね。バイオタさん、高校3年生の男の子です。今まで吃音をどう伝えてましたかっていうと、自己紹介で必ずみんなに伝えています。今年どうするかっていうと、スタンド FM でライブをやって、不特定多数の方に伝える活動をしています。素晴らしいですね。
親にお願いしたいことも理解してくれているので、特にありません。お、すごいですね。次行きましょう。大学生以上って、リマウさん。今年大学1年生になる女の方です。過去今までどうしてたかっていうと、クラス担任や、事業で関わる先生方一人一人に、喫音の症状を、思った時にどうしてほしいか、どういうことができるかなど、うまく書いたメモを手書きで直接手渡ししていると。まあ、今年どうするかっていうと、過去と同じ方法を、同じ学科の人、サークルやゼミ活動で関わる人に必要な資料を配り、それを自分の言葉で説明する。素晴らしいですね。親にお願いしたいこと。学校に入学する前に、親から学校側に必要なことを伝えてほしい。だから学校の先生方でも喫音を知らない人は多いので、事前に知ってもらうだけで、その後の学校生活が変わる。知らないことによる誤解が少なくなるということですね。手書きのメモが具体的にどういうふうにしたのって返事が来まして、まずは上の方に喫音の症状として、繰り返し、ひのばし、つまり何発があります。私には上のような症状の喫音があります。私は、この3つの症状すべてが当てはまります。その中でも、特に何発が重く、2人から何か5人くらいの会話ではいいのですが、多数、クラス全体などの前になると、ほとんど喋れずに、数秒間黙ったままになることが多いです。そのため、これまでは音読を飛ばしてもらったり、問題の答えを黒板に書いたりして対応していただきました。理解していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。伝えることとして、喫音があるっていうこと、プラスアルファ、喫音が出た時の対応ですね。喫音が出た時に、こういう配慮をしてほしいってね。例えば、まあ、本読みになかなか出ない時は、先にも飛ばしてもらった方がいいですね。いう風な感じで言っていても、カミングアウトも、喫音があるプラス、喫音が出た時の配慮をね、書いていただけると、先生たちとかは、嬉しいんじゃないかなと思いますね。素晴らしいことですね。シュウ君。大学1年生の男の子です。今まで喫音をどういうふうに伝えていましたかっていうことで、小学生時代、担任の先生が息子抜きの教室で喫音の説明とからかってはいけないっていう指導があったと後で知った。同じく小学校時代の同じ時期、まあ、教頭先生が息子抜きで各学年の教室で学齢に合った説明を行われた。反応は皆神妙な顔で聞いてくれたようだ。親は学校にも対応を任せた。長野県の全校児童100名程度の小規模校に通っていた。素晴らしいですね。今年はどうしようかなって思うかっていう。先生にしてもらうために、自ら支援センターに出向き相談済み、もう一度オンラインで内容を詰める予定。支援シートのようなものを作るらしい。共に学ぶ仲間には、その都度伝える予定。部活は、まず部長に話すってことですね。親にお願いしたいこと。今後は自分でやっていくので、今までありがとうと言われた。お母さんはお母さんの立場で伝えてほしいと。新学期、喫音のことをどう伝えることに関して、こういうイベントがあるから、親子で話すきっかけになればいいなって思ってしていました。事前にアンケート、ありがとうございました。